どうも、お願いします。今日は原宿に来ております。はい、原宿で今日は何をしに来てるかというと、今日はもう店舗さんに、はい、入らせてもらってます。で、今日はなんとあの有名なビームスさんに来ておりますね。インターナショナルギャラリーっていうところに来てるんですよ。欲しいものがあるっていうのと、見たいブランドがあったんですよね。昨年ちょっと賞も取ったようなブランドなので、そちらをちょっと見ていきたいなっていうのと、ちょっと僕ね、アウターはめっちゃ買ってるんですけど、レザーアイテムっていうのはなかなか買ってないんですよ。軽めの、まあ、シャツだったりジャケット、レザーのみたいなの欲しいなというところで、それも置いてあったりするので、今日はねこのインターナショナルギャラリーさんに来ております。インターナショナルギャラリービームスっていうのが、いつものビームスのカジュアル感ではなくて、デザイナーズだったりラグジュアリーみたいなものがめちゃめちゃ多いんですよね。賞を取ったブランドもそうですし、マルジェラさんだったりとか、あとベイランスがあったりとか、まあ、あとカラーがあったりとか、デザイナーズブランドが多いので、早速見ていこうと思います。ちょっとブランドがねマジで見たかったんで、本当真裏にいるんですけど、早速一緒に見ていこうと思います。お願いします。お願いします。はい、すみません、朝早くから本当にありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。インターナショナルギャラリービームスの井上と申します。マルジェラみたいなブランドもあれば、インカミングさんだったりとか、古着屋とのコラボアイテムだったりとか、うん、結構そのジャンル広くというか、幅広く、ね、早いですよね、取っていくのが。デザイナーズのハイファッションというか、プライスレンジも高いものから、買いやすいものまで、こういろいろミックスしてスタイリングの提案をするっていうところも一つのコンセプトにはなってますかね。洋服を混ぜる面白さ的な。雪中さんがもう本当他にあんま置いてるとこなくて、国内だとあんまり卸してるお店さんはないかもですね。すごい見たかったので良かったです。今日はよろしくお願いします。お願いします。まずね、その最初に話してたこちらですね、雪中さんですね。この靴は関係なくて、こっちですね、雪中さんなんですけれども、雪中さんがですね、尋常じゃなく見たか、見れるところがあんまないんですよね。今日も撮られてて、その時に結構ちょっと業界的にざわってしたようなブランドさんなんですけれども、ちょっと僕もあの実物見るのが初めてなんで。こちらも雪中さんですかね。はい、そちらも雪中です。それは本気の、雪中のジャケットになっていて、靴、はい、自体が結構魅力の一つが、テキスタイル自体が全てオリジナルのファブリックになっています。白が混ざってるんですね。そうですね、生地はちょっとこう張りとコシがあるような生地で、ちょっと光沢感もある生地で、サイズがこれで2ですね。はい、僕2でジャストっすね。でもそうですね、あのブランドとして割とこうゆとりを持って着ていただくイメージ想定で作られてはいて、ベルトで絞っていただいたりとかするっていう。じゃあここでこう絞ってもらってっていう、はい、あ、デザイン的にちょっと和っぽいところが入るのもいいですね。そうですね、ブランド自体がこう和洋折衷の折衷から来ているんですけども、半分というか、そうです、そういったところの折衷っていうところが折衷のブランドの。なるほど。フロントにこの折り目がちょっとこうあるんですけど、これあの折衷のいくつかのアイテム自体で特徴的なんですけど、畳むと綺麗に畳めるっていう。あ、そうなんだ、はい、折り線で折っていくと全部綺麗に畳めるっていう。ジャケットって掛けだよみたいなイメージありますけど、そうです、ね、なんかシワつくよみたいな感じありますけど、折り線入ってるんですねベルトは多いですね、やっぱりね。そうです、やっぱりちょっとこう、はい、ミリタリーっぽいジャケットもあると。そうです、だいぶ変わったセットアップでしたこの合わせとかもめちゃくちゃ洒落てますね確かに。ブラウン系のシューズとか合わせてもいいですし、ここに腕を通すことができるんですよ。ちょっとごめんなさい。あ、なるほど、あ、言ってることは分かりました、はい、なるほど、2つの着方ができるんですね。そうですすごいですね。じゃあもう2ウェイで一応着れるんですね、これ。そうです、着方自体を所有者が考えるというか、自由に着てほしいっていうのも一個のブランドのコンセプトだそうです。レイヤードもできるっていうような。はい、すごいですね。これは着やすそうなブルゾンですね。そうですね、比較的着やすいブルゾンになって。これはニットですかね。そうです、ニットですね。こう外していただけるボタンディテールがあったりとか。あ、このニットはすごいいいですね、めっちゃ、はい、一番この中で言うと着やすいですね。そうですね、ウールですかね、すごい柔らかいウール、ね、そうですね、生地もやっぱり柔らかいウールになってて、着心地もすごくいいです。ちょっとあまりこうチクチクしないですし、このフーディー良さそうですよね。これめちゃくちゃいいんですよ。あ、これめちゃめちゃいいですね。何がいいって、あのここ今空いてるんですけど。そうか、普通に着たらもう本当普通のフーディーみたいな感じで着れるんですね。ですここが全部開くんだ。はい、こうマルジェラさんだったりとか、はい、ございます。エルボーパッチのスウェットとか、ハナジライダースとかね、はい、ございますので。こちらがオマールさんとかですかね。取り扱い自体は結構前からって感じですかね。うちは SS からスタートさせていただいてはいます。2シーズン目みたいな、ね、はい、2シーズン目です、はい、レザージャケット、レザージャケットは前回やって、ちょっと当日にもう全てなくなってしまったんですけど、こちらにも行きましょう。こちらはドメが多いと思うんですが、クラスさんとかですね、この辺が、まあ、クラスさんは服好きな人だと、まあ、好きな方が多いようなブランドさんだと思うんですが、レザーもありますね。はい、
これやばいですね、重量感。結構重厚感あるレザーになってて、ハーコートディテールなんですけど、確かになかなかないようなディテールですね、はい、見てる人が伝わってるかどうか分かんないぐらいの重厚感があるんで、ぜひよかったら見てみてください。こっちがカラーさんですかね、はい、はい、最近ニュースでもちょっと話題になってましたが、ファッションの着やすいようなノルディックニットですかね、ノルディックニットっぽいですもんね。それがちょっとこう生地感だったりとかシルエットでよりモダンになってる、気持ちいいですあのラグとかに近いです。これとか結構カラーさんっぽいというか代表的なドッキングのアイテムになってて、うんうん、ミリタリーブロスを変形してるみたいな。あ、本当だ。で下にライナーがちょっとずれてついてるんです、ね、そうなんですよ。ニットとかでドッキングもあったと思うんですけど、はい、その辺が有名だと思うんですけど、割とジャケットとかで気にしてる方が昔からやってるかなって感じはしますかね。あ、ワイズさんもあるんですね。はい、復活してからってことですね。そうです、13、4年ぶりぐらいに復活してバイング今回させていただいてて、当時は元らしいウルギャバジンの生地メインにバイングはさせていただいていて、落ちるような感じとかすごい特徴的で、そうですよね、はい、このウルギャバで落とす感じはもう本当ワイズ幼児さんならではですもんね。そうですね。このコートとかめっちゃもう1枚でなんとかなりそうなコートですね、はい、ちょっとモッツとかそっち系のベースになってるようなアイテムで、これもやっぱ落ち感が出るような生地になってます、はい、あ、これダッフルがなんか取れてるんですかね。ダッフルディテールはあるんですね。そうですね、ダッフルコートからボタンがなんか乖離したみたいな感じの、これはそうですね、めっちゃいいですね。オリジナルですかね。そうです、インターナショナルギャラリービームスのオリジナルですね、はい、確かに IG さんのオリジナルって結構ねオリジナルっぽくないいいんで、アイテムがこの辺とかもねめっちゃ断ち切りですからね。オリジナルですってうちのって言って断ち切ってるとかあんま見たことないですからね。そうですね、スタンダードなジャケットを作りがちなんですけど、はい、でこれとかもレザーのトラックジャケットみたいな、トラックブルゾンみたいな感じで、これもレザーですもんね。はい、レザーです。リアルレザーで上下作ってます。安いっすね、すごいお値段は。プライスはそうですね、割とこう買いやすい、お買い求めやすいプライスになってます。めっちゃいいな、トラックジャケットとトラックパンツ。レザーのこういうの欲しいなってめっちゃずっと言ってたんで、小物ゾーンですね。こちらとかもマルジェラとかがございますね。ソロイストですかね。あ、ソロイストなんだ、はい、ゲルソンはお財布を入れさせていただいていて、結構こういうカラーパレットの代表的なタイプとか、こっちがアイバンですね。あ、アイバンの、はい、こっちが松田さん。はい、松田は強く仕入れを前からさせていただいてて、松田かっこいいですもんね。はい、メスがまだまだ続くんですが、こちらが、シュタインさんでございます。シュタインさんがここにずらりとあるのと、こっちが MSU さんですかね。はい、はい、MSU がめっちゃずらりと並んでおります。 MSU はあれですね、僕もやってる時ありましたが、めちゃめちゃやっぱり変わった洋服が継続して多いですね。今回ダークヒーローをテーマにしてるシーズンで、うんうんうん、この辺とかレーザーカット、はい、レーザーカット毎シーズンやられてますね。やってますね。レーザーカットのレザーがお値段しかも結構とっつきやすいんですよね、割と。そうですね、そんなに高くないですよね。レザーの中ではかなり、 CCU さんですね。 CCU さんはですね、まあ、レザーのブランドになるんですけど、お値段がですねとても良心的なんですよまあいろいろ背景とかあるのかもしれませんが、シャツとかでこれで10万いかないですもんね。いかないです。8、9万ぐらいだと思うんですけど、税込みで。このレザーのシャツとかでそれぐらいなんで、これがねちょっと見たかったんですよね。77っすからね、はい、ちょイメージできないですもんね、レザーで。そうですね、結構やっぱりこうレザー自体がすごいプライス上がってる中、かなり良心的な。見てみていいですか。ぜひサイズは2サイズある、1、2で入れてて2ですね。めっちゃでも普通にかっこいいな、すごい。こっちだとシャツだけどちょっとジャケットっぽく羽織れますね。そうですね、すごい似合いますね。ありがとうございますすげえいいな。これでやっぱり10万切るって今なかなかないですからね。レザーもやっぱり柔らかいんで。そうですね、はい、着やすいですよね。着やすいです。こうなんか最初にレザー買う人にもおすすめしやすいというような、う、ね、扱いやすいレザーですよね、はい、最初に古着とかで入ると、こう買うの古着とかから入るとなんかごわつくなみたいな人結構聞くんですけど、うん、そうですよね。まあ、最初はこの辺から行った方が、あ、羽織りやすいですね。であんま重くないですね、薄っぺらい感じはしないんですけど、はい、すごいいいと思います。ピュラーカラーシャツというか、はい、プリシャツディテールのアイテムですね。これはこれでいいですね。これはインナーとしても使えそうですね。そうですね、この上からなんかアウター羽織っていただいたりとかもしてもいいですし。確かにどっちがいいかと言われると難しいですけど、まあ羽織るんだったら僕結構羽織りたがりなんで、あっちの方が好きかもしれないですけど、この上にジャケットとか着てもいいと思うんで、それこそテーラードっぽく決める中のレザーシャツでもいいと思うんで。なんかサイズ本当ゆったりしますね。身幅が取られてるから着やすいですね。そうですね、これが10万切るってマジで聞かないから最近は。そうですね、レザーブランドで、しかも国内のブランドさんではなかなか
こっちが 2B のジャケットで、あ、ジャケットっすね、これが。あ、これでもいいな。これもかっこいいっすよね。かっこいいっすね。 2B のジャケットのレザーってすごいマフィア感出るんですけど、これはあんま出ないっすね。はい、やっぱりそのフィットがゆったりしてたりとか、うん、その着丈のこの長さだったりがちょっとモードっぽい印象を与えるっていうところはありますね。いやいいな、全部10万切ってますからね、レザーで。なかなかないですよ、本当にないですよ、今マジでないですからね。 2B じゃないけど、一風変わった2つの着方ができるって感じですね。ちょっと音入ってるか分かんないですけど。あ、いいな。でここにポケットもね、ついてる。はい、スラッシュポケットついてるんで、やっぱシャツであんまついてないんで。そうですね、まあこれ秋口とか羽織りたいですもんね、こういうのって。はい、クッと羽織っていただいて、エポレットとかは取れてるんですね。なんてそうですね、うん、だからすごく今着やすい形になってます。これはめちゃめちゃいいな。まあちょこれかね、レギュラーのシャツでちょっと悩んでたんで。めっちゃいいですね、やっぱり想像通りめっちゃいいなって感じでございます。他にもね、さっきちょっとお話も出てましたが、まあ、インカミングさんとかもございます。インカミングさんとかも今ちょっと話題のブランドだと思うんですが、かなりねラインナップございます。ニコラス・デイリーって言われたらあーってちょっとなりますもんね。感覚的にシルエットもそうなんですが、色味がそんな感じますね。色合わせというか、リバーバレットのレザーもあったりとか、ちょっとショート丈になってる。割と今は結構やっぱコンパクトなディテールが多い中、レザーブルゾンでちょっとこんぐらいの着丈のってなかなかなくて、確かに着やすい。これもレザーになってます。レザーが違いますね。そうです、全然。へえ、すごい。で中もこっちだとちょっとフリースっぽい生地になってて、あ、もうほぼアウターですね、これは。そうですね、本当だ、ふかふかしてます。めちゃめちゃ気持ちいいですね。ベイランさんがこちらにずらりと並んでおります。ベイランさんはね、まあ、本当に僕も大好きですが、アークテリクスベイランスからベイランスって呼ぶようになっちゃったんですが、テック界隈だと、まあ、一番信用度のあるようなブランドにはなりますね。本当にやってることずっと変わらないですもんね。そうですね、やっぱりこのちょっとミニマルなデザインと、うん、圧着されてるんですもんね。そうです、だからめちゃくちゃ綺麗なんですよ、作りが すごくミニマルに見えるっていうとかも、うんうん、この技術がなかなかやっぱりできない。そうですね、ここがベイランスのいいとこですからね。こっちが見える見えないでかなりでかいんで、ミニマルかミニマルじゃないかっていうところに関してはそこはすごい大きいポイントだと思います。もうずっと人気ありますもんね。そうですね、本当に日本人のお客さんも海外のお客さんもかなり買っていっていただくことが多いです。シティで着るテックっぽいのが欲しいなって方は見てみてください。まあ、その本当最上級だと思うので。そうですね、これがインカミングさんのレザーですね。はい、これめっちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいです。後ろを見ていただくとこのバックプリーツが結構特徴的で、ヨーク部分がちょっと一番見たことない感じになってますね。はい、身幅自体はそんなに広く取ってないんですけど、バックプリーツ結構取ってる分で、じゃあ背中で余裕があるってことですか。そうです。本当だ、身幅じゃないんだ、ここじゃなくて背中で余裕が取られてるんですね。フットの位置もなんかこう程よいところで、でミドルだけのカーコート、確かに。で色がちょっとこうブラウンっぽい感じになってます。はいはい、ちょっといなたい感じがしていいですね。そうですね、なんかさっきの CCU さんとはまた違った良さというか、はい、どっちもいいものだと思うんですけれども、古着好きな人とかだとこっちの方が好みそうだなって感じも。そうですね、結構武骨な感じもすごいかっこいいです、これは。確かに、あいつ僕が1で全然良さそうですね。今はい S サイズ着ていただいてて、うちだと S と M の2サイズあります。なんかね、結構その生地自体、レザー自体は固めなので、まあ、着ていくと柔らかくなっていくと思うんですけど、カウレザーなので結構生地もしっかりしてて、ね、おっしゃられたように柔らかくなってきます。ブルゾンっぽいけどカーコートっぽさもあって、いなたさもあるっていう、はい、冬もいけそうだな、しかも。そうですね、なんか中パーカー着たりとかしてフード出しても可愛いですね。そうですね、これいいな、めちゃめちゃ。買わせていただきました。ありがとうございました。めちゃくちゃお似合いでした。あ、とんでもないです。ありがとうございます。あの後ね、ジャケットもサイズ2とか着てみたんですけれども、どちらかというとこちらの方が着るかなということで、着やすい方を買わせてもらいました。ブランドが多いですね、やっぱり。そうですね、ブランド数はかなりやっぱり多いと思います。しかもかなり見やすくこう分けられているのにもかかわらず、めちゃめちゃ本当多いっていう。終わってから気づいたんですけど、アワレガシーさんとかもあったりして。そうです、そうですよ。にもね、いろいろちょこちょこ僕が見落としているところがあると思うんですが、ぜひね、気になる方は見に行ってみてください。原宿駅が一番近いんですか。原宿駅とあと明治神宮前駅ですね、うん、5分から10分以内ぐらいでいらしていただけるので、本当にビームスがよくあるビームス原宿をもうちょっと行った上です。いろんな服があるので、ぜひ皆さんもね、見に行ってみてください。まあ、本当にありがとうございました。いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではね、まずいのでお会いしましょう。失礼します。